職員の皆さん、新年明けましておめでとうございます。この年末年始、新型コロナウイルス感染症対応や、あるいは、大雪など自然災害、危機管理対応で業務に当たっていただいた皆さん、大変ご苦労様でした。ありがとうございました。昨年は振り返ってみますと、新型コロナウイルス感染症、世界中に拡大をして、多くの皆さんにとって、本当に試練の一年であったように思います。この新潟県も県民の皆さんの生活や社会経済活動に大変大きな影響を与え、県庁もこのコロナ対応にですね、多くの時間と労力を割かれた一年であったように思います。これまで、県では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策、あるいは医療検査体制の整備、さらには、この感染症によって大きな打撃を受けた社会経済活動をなんとか維持回復させるために、事業の継続や雇用の維持のためのさまざまな対策も講じてまいりました。事業者の支援、あるいは弱い立場の方々への支援、学校教育、もちろん保健所や病院等での第一線で対応していただいた皆さん、それぞれ直接に間接にそれぞれの立場で持ち場で一生懸命対応に当たっていただいたと思っています。改めて感謝申し上げたいと思います。がしかし、年が明けて今日時点においてもですね、未だこの感染症の収束が見通せない状況にあります。引き続き、感染症の防止対策と、そして、社会経済活動の維持の、両立に向けて、県民の、命と暮らしを守るという、使命感を持ってですね、一丸となって県庁一丸となって取り組んでもらいたいと、そのように思います。昨年の12月には感染者数の増加を受けまして警報を発令しています。油断できない状況が続いていますが、引き続き県、国、市町村、関係機関連携をして、取り組みを進めてまいりたいと思います。なかなかこう閉塞感が覆った1年でありましたけれども、そんな中にあっても一つ明るい話題もございました。昨年の7月には、ミシュランガイドの新潟特別版が、刊行されています。この新潟特別版には県内のですね、大変多くの飲食店、そして宿泊施設が掲載されています。新潟県の食がいかに豊かであって上質であって多様性があるかということを物語っていると思います。新潟県が誇るこの食の魅力をですね、ミシュランブランドも利用しながらですね、国内外に広く発信をして、今後の交流人口の拡大につなげてもらいたいと、そのように思っています。さて、本年これからでありますけれども、もちろん先ほど申し上げてます新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に引き続きしっかり取り組んでまいりますが、ウィズコロナ、ポストコロナも見据えて、もう少し長期の政策にも取り組んでいかなければなりません。本県の成長発展を中長期的にも実現していくためには、さまざまな取り組みを今から始めなければならないと思っています。
このコロナウイルスの感染拡大に伴って、社会経済活動あるいは人々の、ライフスタイルにも変化が見られ始めていると思います。それは人や企業の地方への分散の流れであります。この地方分散の流れをしっかりうまく捉えて新潟を選ばれる地域とすることで、人口減少問題等にも対応していかなければならないと思っています。地域が持つ新潟県内の各地域が持つ強みや財産をうまく活用して例えばテレワークを進めるためのサテライトオフィス開設支援やあるいはワーケーションなどを行う方々への働きかけを強めまして人や企業を呼び込む政策事業を進めてまいりたいと思います。また、デジタル化デジタルトランスフォーメーションが叫ばれている今県内の産業構造より付加価値の取れる企業構造に変えていく取り組みデジタルトランスフォーメーションをしっかり進めてまいりたいと思います。同時に産業だけではなく同時に県庁のオンライン化デジタル化も進めなければならないと思っています。さらに加えてこのデジタルトランスフォーメーションに加えてグリーントランスフォーメーションという言葉も生まれてきたようであります。昨年9月には脱炭素社会の実現に向けて新潟県も2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを目指すことを宣言いたしました。年度内に策定する予定の適用計画とそして温暖化対策の推進計画この2つを両輪として次の世代にですね安全で快適な環境を引き継いでいくためにもこの脱炭素の取り組みグリーントランスフォーメーションを進めていかなければならないと思っています。さらにもう少し長期的な視野のもとに、持続可能な社会実現に向けた、政策これも検討しなければならないと思っています。昨年の秋に、有識者の方々に集まっていただいて検討委員会も立ち上げました。厳しい財政状況の中にはありますけれども長期の観点から本県の将来を展望できる新たな政策や事業も進めていかなければならないとそのように思っています。昨年の終わりにですね、私は今年をどんな年にしたいかと言われて漢字一文字で示せと言われまして、伸びるという字を掲げさせていただきました。昨年は残念ながら本当にコロナウイルスの関係で、思うように動けなかった萎縮をしてしまいやりたいこともやれなかったという部分が大変多かったように思います。この状況を跳ね返して今年は伸び伸びと仕事ができる思い切って動ける成長できるそういう一年にしていきたいと思っています。職員の皆さんには厳しい財政状況の中にあっても創意工夫をし大胆な発想で前例にとらわれず仕事に取り組んでもらいたいというふうに思います。また、できるだけ外の方と意見交換をし、お付き合いする中でやるべきことをしなければならないことを見つけ出していただきたいというふうに思っています。県民第一
県民最優先の行政を目指して引き続きしっかり取り組んでまいりたい、そのように思います。最後になりますけれども、今年1年が職員の皆さんにとって素晴らしい明るい1年となりますことを心から記念申し上げ、私の年頭のご挨拶をさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。